これが掘り上げた黒い本キノコンの3本の水芽で、これを掘り上げた跡地にちょっと穴を掘って、このハジャライの小株を植え付けました。これはちょっとあと水を持ってきて少し周辺の土を濡らしてあげようと思っていますが、この掘り上げた3本の水芽なんですが、親元親の会計はまあほとんどエネルギーが枯渇している感じですね。それでこれとこれを見ますと、まあ、これが分かりやすいですかね。ここの膨らんでいるところがこの水芽の会計になる部分ですね。やや膨らんでそこから根が出ていますから分かりやすいと思いますね。からこれですね、これもこの親株から下の方からちょっと見ますと、ここの部分ですね、親から独立した会計みたいになっていて、そこからこう出ているんですね。まだ十分なこれ自身の会計はこちらみたいには形成されていませんので、これはついている根を大事にして植えないと下手すると枯れますね。これは大丈夫だと思うんですね。それからもう一つこれなんですが、これもすでにここがやや膨らんできて、これ自身の会計みたいになってきているんですが、でこれの元がこれで、これはなんか親の会計からまあコブみたいに膨らんで出てきて、この上に自分の会計を作ろうとしたんでしょうが、これが下向きになってたので、つまり地中の深い方に向かっていってたので、こっから地上に上がるべくこうカーブを描いて、そしてこっから出られそうだというところで、この将来的に自分自身の会計になる部分を膨らませていって、そこから根を多少出してという複雑な地上への進展の仕方になっていますね。まあ、ここから切り離せして植えるのが一番いいとは思うんですが、おそらくこの一番上の膨らんでいる今後これ自身の会計となる部分からも根がちょっとだけ2本3本ぐらい出かかっていますから、ここで切り離してもおそらく大丈夫ですね。ただ無難なのはこの親の会計からタンコブみたいに出てきたこの小さな芋、この部分を親と切り離して植えてあげる方が、そしてこのこれ自身の会計が膨らむまでそうしてあげる方が親切だろうと思いますね。まあ、こういうものを見ますと
まあ、いかにそれぞれの水芽が自立していけるように、バナナの親の会計の中にプログラムが組み込まれているかというのが分かりますね。長年といってもこれは何万年と遡ることができると思いますが、そういう長大な期間の間に積み上げるようにしてできてきたバナナの生きる知恵がもうダメになったこの海底の中に成長プログラム、子孫の成長プログラムとして組み込まれているということなんですね。組み込まれていてもこちらはもうエネルギーが枯渇しかかっていますから、まあただの植物残渣でしかもうないと思いますけどね。でそこからの記憶の相続がこういう水芽にきちんと伝えられているということです。ですからそれを世話して自立できるところまで面倒見てあげないといけないということですね。